パチャマでございますということで、 UT ボンバーアメリカン見とけ、俺の生き様を。パック引くか、いいパック来てるかな、いいパック来てたら俺はパック引くよ、はっきり言って。どこだっけそれ、あれどこ、あブラウザパックか、ブラウズパック、なんだブラウズって、なんだ、あ来てる、600円か、まあでも引いとこう、それは。うん、引いて1日1パック、いい子は1日1パックまでねっていうことで、そういうのもやっていくか。前昔 FIFA じゃない、ウイレでやってたんだよね。これ3000円だっけ、あ3000円か、2160円、もったいねえな、中途半端やな、これやっぱ作戦な。3000とか5000とかは、カードは3000とか5000とか1万円出してるけど、ちょっと足さなきゃ、ちょっと足さなきゃ買えないよみたいな、あれしてんのは。NNMR。ちょっとあれなんかな。それでなんか多めに買わして、で、また余ったから、またちょっと買い足してみたいな感じでさすと。あれもそうだよね。薬もそうだよね。胃薬とかもそうでも。なんか、1日何錠お飲みくださいみたいな。こんなんとかもさ、これ。1日3錠。で、180粒だから。ん ?3 で割れそうだな。サブロック18、うん、割れるわ、うん、きっかりしてる、これは正解、いいやつ、いい会社、たまにあるからね、最後2粒になっちゃうやつとかあるから、マジで気をつけろお前らも。そしたらね、あと2粒、1粒足りんやんってなったら、また100粒ぐらい買わなきゃいけない。お願いします、マジで。起きた、あお、ナポリ、インシニア、あメルテンスか、あれインシーニエってベルギーじゃないよね。え、メルテンス良くない、普通のメルテンスはあんまり、え、売れるんじゃないメルテンス。あ、カンテいる、スーパーラッキー、え、マジ、え、使うかプレミアスカットで。カンテ、2万3万パーパーパー、もうこれだけで5万ぐらいいくんじゃない。え、カンテも、カンテ10万いく、今普通のカンテいかんか、5万2つ合わせて8万、ちょっと取っとこう、カンテは使った方がいいかな。遺跡リストへ送る、この辺は、この辺は微妙やんな。あ、でも1000円いくんだったら出しとこう。サントス、この辺はもう手数料のこのこと考えたら普通にもうクイック売却した方がいいよみたいな感じだよね。いそーん、あるな、あるな、カンテとメルテンスあるな。そしてウォークアウト、あ、ダメか、お、でかでか、うい、どうなの、1000円、1万円ぐらい、1万円いかんか、さすがに2、3000円かな、高っ、どうしちゃったの。しかもモッタもいるよ、モッタは微妙、モッタは確か微妙なはず、なんか大丈夫、モッタ病気みたいな顔してるけど大丈夫か、モッタ心配になっちゃうぞ。まあ76微妙やな、これ1000円ぐらいで売れるんじゃない、1200円とかで。え、あ、高2000円、シルバーのレアも売れますからね。すん、あと2回マジでウォークアウトしてくんないかな。いや来ないかー。まあ普通の球、普通の球ですね。 GK アトレチコマドリード、モヤ、モジャったっけ、モヤだっけ、モジャかで、スタメンなのかな、いやオブラックか、え、オブラックがパトレティコだよね。ちょっとこれ外れかな、もうクイックしていこう。 OK ラストお願いいたします、お願いいたします。マジでウォークアウト、いや来ないな、でっかい球、あ、中ぐらいか、84バイヤー、あ、でもチアゴはちょっと売れるんじゃない、あ、でも1万円はいかんか、
強いんかな、売れるってことは。人気があるだけかな。あ、でも1万いきそうやな。ウェイ、ザザ来たやん。ザザまだあの変なある変な PK の仕方してんのか。あの変な PK の仕方したからちょっと高くなっとんな。まあ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 悪くないよ。あ、これ出した方がいいな。1800円で売れないよね多分。でもね、1800円で売れたらいいなってことでしょ。まあまあまあ、でもコインが20万ぐらいになるからな。まあ、カンテ売るかどうか分からんけどな。カンテ黒使ってたからな。どうなんやろ。ちょっとやっぱね、プレミアスカットにしたんだけど、中盤見せたっけ動画で。あの配信ではね、やってると思うんだけど、これプレミアスカットかな。そうだね。ちょっとね、中盤攻撃的にしすぎちゃって、あまりなのよね。メルテンス。ここフィルミノね、あんまりシュート入んないから、どっちがいいのかな、ララナとフィルミノ。守備だ、ララナ、どっちもね、正直本当は、やっぱもういろいろ考えた結果、あれ ?CAM かな、もしかして。ルカクじゃない、ルカクじゃない。カンテ入れたよね。え、カンテでも打った方がいいのかな。カンテどこや、カンテ。84とかじゃなかったっけ。あれ、カンテいなくね?消えた?消えた俺。もしかして。あ、遺跡リストに送っちゃってんのかな?めんどくせえ。どこいんの?カンテちゃん。出品してないよね、でも。あ、いたいたいた、帰ってこい。違う。クラブに保存。OK。この人たちをもう一回、市場にボンバー。爽やかな顔しとんな。高値で売れてこいよ。で、カンテと、あ、俺黒カンテ使ってたからな。黒カンテとからの普通カンテはどうなんやろね。CM でいいのか。来た。フィルミノ、ロナウド、アザール、ベイル。まあ、このスカット作ってみたらいいものの、もう多分使わないだろうなって感じなんだけどさ。売っちゃっていいか?いやもうね、でもね、全然違うわ、はっきり言って。おもんない。プレミアスカットっていうか、この、やっぱ、めちゃめちゃ強いさ、選手たち使った後に、このスカット使うと、やっぱね、全然勝たんな、こいつらってなる。まあ、勝率かなり落ちたんじゃない?まあ、なんとかディビジョン1残留はしてるけどさ、なんやこいつらってなる。まあ、見といてください。ちゃいま、でもね、やっぱり、思ったわ。あんまり強くない選手、まあ、言うても強いけどね、言うても強いけど、あの人たちに比べたらやっぱだいぶ落ちるから、この人たちを使ってうまく戦っていくっていうか、カンテなんかつけた方がいいかな。まあいいか、とりあえず行くか。はい、赤か。この白のやっぱモナコのユニフォームかっこいいな。2日ぶりのFIFAですね。うん、あ、コメント行きましょうと思ってたんだけど行ってないね。みんないいコメントしてるね。うん、うん、お願いいたしますということで。オフリミッツインク、インクってなんだっけ、わかんねえや。この審判よう抜擢されとんな。お願いいたします。シュさあカンテから、おいしょ。ポグバのやっぱこの、でかいのに、でかくてパワーあるのに、テクニシャンみたいな。なんか変えてくんの?なんか俺変えるやつないんだよね、これ。カンテが後ろがいいのかな、これ。カンテこっちの方がいいかな。ポグバ前。ポグバ右利きだよね、確か。まあ、いいか。多分右利きだった。ちょい。あ、セーフ。お、ナイス、ポグバ。ポグバやっぱ、キレキレだね。あ、エリクセンで打ちたいな。あれ、入るかな?めっちゃ無知。あ、PK。え、PK じゃないの?触んなかった、PK。うん、
今の PK じゃないの、ボール行ってないような気したんだけど、軸足行かれてなかった今。あ、ロナウド、ロナウドやばいね。これだけでも取れないもんね。さあ、OK。あ、いいなあ。あ、ここちょっと調子乗りすぎたね、完全にね。あ、怖いよこれ。ロナウドは怖い。ナイス。リードがね、いいよ。コシェルニがね、マジであんまり良くなかった。総合値というか能力が高い割に。はい、あ、ナイスマルシャル。いや、いいんじゃないこれ。はい、うー、メルテンドーン。これやばくないマジで。メルテンスの決定力いかついよなマジで。ロングも打てるし、ロングは打てない、ミドル打てるよね。シュート何でもござれって感じなんじゃないの。せいせいせい。さあ2点3点取っていきましょう。あっちメンツどうだったんだろう。ベイルとロナウドはいたけど、カンテとかポグはどのレベルの選手なんだろうね。せいせいせい、よせい。あ、出したいけど出せないね。いや、ちょカンテがもうボロボロだ、ボロ雑巾になってる。これやっても意味ないんだよね。あ、これ怖いよこれ。ナイス、スモーリング、なんかすごいおしゃれな取り方してた今。オッケーオッケー、よしよしよし。あ、いいんじゃない。ララナ頑張れ、フィジカル。あー違うな、ちょっとタイミングがわからんかった。今出す、もっと早く出してもよかったのかな。ポグバでテクってくるね。ポグバ、俺のがポグバを使いこなしてるぜみたいな感じかな。俺も負けじとポグバでこねるしかねえなこれ。真のポグバ使いはこの俺様だみたいな。あ、こけてる。なんでこけた今。引っかかってた俺に。あ、やっちゃった。ちゃんと謝っとかないと。はい、あ、入りそう。うわー、これやっぱ立たしといた方がいいんやな。ベイルのタイミング合ってなかったのかな。せい、マルシャル、お、こけてるよ、うん、ポグバからの。ポグバ、お前は信じてるよ。あ、そっちじゃないんだ、前に当ててほしかったマルシャルに。スティックの入力がぐじゃっと焦ってたね今ね。スーン、どうでしょう。あ、オフかな。いや、神ってるだろマジで。メルテンス、しかもオフじゃないし、しかもオフじゃない、神ってるし、帽子がちっちゃい、すごくない。あ、エリクセンだ、俺ずっとメルテンスって言ってた。エリクセンそうそう、メルテンスとエリクセンをね、俺同時の時期に覚えてるから、どっちか分かんない時あるよ。あ、これやばいよ、イブラまでいんの。怖いよ。ナイスリード。ここね、コシェルニだったらすぐスーン行かれてるよ。これはスピード見せていけよお前の。あ、いいじゃん。完全に調子乗ったね今。完全に調子乗ってるわ、まだ1点差なのに。おい、あー、くそ。ちょっと正直ね、このスカットね強いんだろうけど、俺メルテンスじゃない、名前エリクセン以外の選手の決定力ね、あんまりね。あ、 PK、 ないの。エリクセン以外のちょっとね、決定力をね、俺あんまり信じてないんだまだ。数値的にはええやんっていう人ばっか集めたんだけど、何かしらね、なんかこう試合の中でやっぱこいつシュート入るわって思わせてもらったことがまだないんですね。いや違う、そっちじゃなくて走っとったやないか。押せてるぞ、でも押せてるよ、この金マンクラブに。俺もこの立場になれたな。おいおい、課金ばっかしやがってザコみたいな、よう言われたわ。俺もその立場になれた。あ、惜しいな。でも、もっとボコボコにしないとメッセージ送れないね。まあ、送る気ないんだけど。よう来ました。おい、課金ばっかしてプレイングはザコみたいな。やっぱ課金してもザコはザコだなみたいな。俺も言える立場来たぞ。よっしゃ、マネ、
まあね、あれ強いな、フンメルス。フンメルス足遅いって噂だけど、結構早かったね、今ね。これ怖いよ、これ怖い。これ怖いですから。ウィー。当てろ。よし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 。ないないない。え？触った俺。引っ張っただけじゃないの。怖いよ、怖いよ。よし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 。オッケーオッケー。ああ、それ通らんか。はい、セイ。よし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 、いいんじゃない？カンテ、カンテ、カンテって何ができるんだろう、スキルは。これは取れる。いいね。飛び出しね。あ、ポグバちょっと。ポグバ、俺まだ全然使いこなせてないよ。ポグバのこと、相手のポグバ対決にも勝たないとね。試合とポグバ対決だから、まあまあまあええやんええやん。うん、押してる押してる。でも前半俺にエフェクトが来てただけかもしれんしな。後半でもなんかそういう風に言ってた、誰かが。後半からね、選手の能力の差がなんか出やすいぞみたいな。最初は勝てるけど、後半から一気になんかスタミナなくなってきたあたりから、あい、なんか金マンクラブに有利に働くような気がする。なんかよくわからんけどね。何言ってんだこいつと思ったけど、本当なのかもしれない。あ、ちょっと待って。ララナいる？俺ララナうまく使えてる自信ないんだけど。マネ。よし。マネのスピードを生かしたいね。こうテクニックもそうだけど、テニック、あれ打てない？打てないか。オッケーオッケー。エリクソン頑張ってるからな。ちょっとはね、ちょっとのミスはしょうがないって感じ。おい、ナイスマネ。ここまで戻ってる。そしてマネがここからカウンター仕掛けていく。強いな、強そう。やめろ。イブラが追っかけてきて怖いんだけど。ちょっと待って、これどうしよう。一人下げて守備人数かけよう。オッケーオッケー、見せてくれた。54分です。はい、あ、遅いな。ちょっと今出すの判断悪かった。そこまで待つんだったら、これ怖い。あー、ここうざいな、これ。あ、いい、ポグバナイス。はい、オッケー、タイミングずらし。あ、そっち行っちゃった。真横に出してほしかったけどね。メルテンスかポグバか。もうちょっとちゃんとゲージの入力ができるようになりたいな。せいで、で、めっちゃテクってくるやん。めっちゃテクってくるけど、前には進ませないっていう、俺の強い意志がね、相手の。これ、取れるね。あ、いや、うざいな、これ。これ、うざいぞ、これ。怖い。あ、ちょっとそのパスミスないよ。せい、あ、危ない。いやー、行かれたわ。完全に行かれたな。しかもスラーもせんでよかったな。ベイルがこれ恐ろしいですね。ベイルが2点入れて、後半からロナウド作戦。あれやな、オフサイドトラップをパーしてきたから知っとるんやな、これもね。なんかいいらしいよ。あー、ちょっと最後シューキャンして振り向かせて打たして、あ、チャンス？カンテー、パックのカンテが神。いや、楽しいね。カンテやっぱいるな。カンテ意外とシュート決めてくれるよね。あれ、まあ狙うことあんまないけどさ、カンテああいう時、あー、カンテだったか最後みたいな、チャンス作れた、カンテだったかみたいなことはあんまない。ラーラーナだったかっていうのはあるけど、ラーラーナとかの方が点ね。あ、ここ怖いよ。神か。おちょ、ポグバめっちゃ使いこなしすぎでしょ、この人。勉強しよう。あ、近く。いや惜しいね。手食ってたけど、俺がもうテンパってずっとパス押してただけだから、突っ込まないから、相手のテクが何の意味もなしてなかったね。俺がテンパってああってパス押してるだけだから、その場で足をグッグッグッってやってただけだ。これ怖いよ。これ怖いね。よいしょ、これ怖いよ。
これ怖い。ナイス。無駄テクだよね、でも多分。あ、出したい。いや、出せないか。あ、ファールだよね。オッケー。無駄テクボンバーだよな、これ。これやっぱこうなると、交代のロナウド、ベイル、使いたくないな。出したい。出したい。これオフかな？はい。いや、決めてほしい。メルちゃん。あれ、メルちゃんって両足5だっけ？両足ってか。どっちも逆足5だっけ？いける？あ、いいね。いいよ、カンテ。イブラにそのファイトはさ、勇気あっぱれですよ。はい、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 はい。これはね。あ、出したい！あっちに出して！メルテンズに三角。お、ナイス。これダメか。これちょっと欲張りすぎた。これちょっと欲張りすぎてる。で、1点返されたら、同点にされたら、ロナウド、ベイル出しちゃいい。めっちゃ手食ってくるけど、もうこっちが無駄テク、そんなに突っ込んでいかないから、無駄テクになってるな。いけよ。あれ俺コマンド変わってる、もしかして。ダッシュしてるこれ。あ、してるよね。なんか全然走んなくなっ、疲れたんかな。あ、怖い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 。もしかして、本当に、この間、ゆうやがフィファやってたからな、うちの家で。たまにアカウントとかでパーパーしたら、操作法がパーパーすることがあるからな。って確認してみよう。多分、俺が変えたのかな。あれどれだっけ？操作方法のカスタマイズか。R1 ダッシュ、なってるね。R1、あ、なってるね。オッケーオッケーオッケー。オッケー。逃げ切りたい！これ逃げ切りたいよ。おらーつって言いたいもんね。ガキン、いい選手使ってもザコはザコだなって俺が散々言われてきた、あの悲しい言葉を。これやっぱ通らんの。これ取った気持ちよさせた。デンベレでスピードグーン出してくる。うまいんだけどね、この人ね。これ怖いよ。出してくるかな。OK。あ、いや、ナイディすぎ、キーパー。そして、冷静にクリアと。で、こっからや。こっからもちゃんと押し上げたい。ちゃんと丁寧にボール取って。あ、取れたんじゃないの、今の。サイドバック、なんか入れちゃうよ、つって。読んでるよ、つって。あ、これ通る。これ通るやん。行け行け、マネ。あ、それダメ。もう人がいる。足出してんのにそこで止まろうとしたらダメ。でもいい、これ。いいよ、これ。だいぶ、ピンチがね。ピンチを免れた。あれ？なんだそのパス。なんだそのパスは。相手に当たってたかな。いいね、いいね、いいね。いいよ。いいよ、いいよ。いいね、いいね。落ち着け、落ち着け。ここはリトリート。そう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 。やらすな。ナインゴランもいる。オッケー！勝ったー！プレミアスカットでー！わしゃしゃしゃ！わしゃしゃしゃ！気持ちいいな、これは。これは気持ちいい。まあでも結構、うちのスカットもいいんだけどね。いや、でもメルテンスだね、マジで。メルテンスとカンテか。この二人の新、二人じゃないか。メルテンスは前からいたんだけど。新加入のパーパーが活躍していただいて、うん、素晴らしかったね。で、あとリードも頑張ってたね。うん、楽しい。意外とやっぱ勝てるもんなんよな。あの FIFA のエリート行った人が言ってたけど、 FIFA は選手の能力はもうそれはロナウドとかが強いしっていうのはあるけど、メッシが強いとか、その弱い選手でも特徴を生かしてそれで戦えるから頑張れば勝てるって言ったね。あ、そっとかしか思わなかったけど、その時は。俺はでもその喜びが一つ知れた、また新しい FIFA の楽しみ方を信じれたんじゃないかなと思います。パー、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。パー。